はい、こんにちは、中学受験家庭教師の榎本勝弘です。本日はですね、慶応普通部合格に向けて、国語読解のポイントについてお話ししたいと思います。まず、今までのですね、出題傾向を見ますと、物語文、説明文、それから、漢字の3題の大問というふうになっています。で、大事なポイントは、試験時間が、40分という非常に短い時間で、やることになりますので、必ずスピードが、重要視されます。そこで、今回皆さんに考えていただきたいのは、問題を解く順番、これを、考えていただきたい。で、正直にですね、1番から順番に解くんではなくて、物語文、説明文、ね、漢字というふうな流れではなく、物語文、漢字、それから説明文というふうに順番ちょっと組み替えて、解くように、していただきたいと思います。そうしますと、読解がそのまま2つ連続になりませんので、集中力が、持つんではないかなといったふうな形になりますので、点数が上にアップするというふうになっています。はい。で、今日は慶応普通部対策の、国語の読解について、順番の工夫ということをお話しさせていただきました。次回は、さらに、物語文の細かい読解について、お話ししていきます。さらに詳しいことをお知りになりたい方は、0120-481-123、0120-481-123まで、ご連絡ください。よろしくお願いします。